コナブレコナブレコナブレは、クロアチア、ドゥブロブニクネレトバ郡の町及び、基礎自治体でドゥブロブニクの南側に位置する。行政の中心はグルナで2001年の国勢調査による人口は8250人である。コナブレ基礎自治体は32の町村に分かれており、人口の96.5%は、クロアチア人が占める。クロアチア紛争時には損害を受けたが、 クロアチア国内での冬地域の地位は維持している。コナブレはアドリア海とスニエジュニツァ山の間の狭い地帯に位置し、アドリア沿岸の町、ザブタットからモンテネグロとの国境であるプレブラカにかけて広がっている。最南部の村であるモルナントは沿岸部に位置し他の30の村は内陸部に位置する。スニエジュニツァ山は標高1234メートルで、 ドゥブロブニクネレトは軍の最高地点で、クルナ村は標高700メートルで、粉ブレ基礎自治体内では一番標高が高い村である。基礎自治体内最大の町はザブタットで、ドゥブロブニク空港はチリピ村近くにある。ありがとうございます。